すごい。何を気にしてるんだ。おー、頑張れこいつあんまり歩いてると転ぶぞ。雪乗って大丈夫よ。滑ってりゃ落ちるわ。滑ってりゃ綺麗になる。イエーイ、イエーイ、すごい。おー、この急斜面だぞ、若井さん、大丈夫か。おお、野麦峠よりは急じゃないね。よし、さすがだ、すごいすごい埋まる埋まる。お、あれが、あ、47かな。そうだな、多分カイさん、あれ47だ、向こうの上に見えてんの。白馬のスキー場、上の方はまだまだ雪があります。綺麗に見えます。47、バイ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 。これはまずい、ここは滑れないぞ。うん、こっちだこっちだ、左へ行こう。よし、よし、いけるね、余裕だね。この辺で回るか。そうそうそう、よし、この辺でおひざポンだ。ギュ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 、そう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 、もう急なとこそこまで。さあ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 、一回さん、ビュン止まる、ビュンだ。直角小僧で行け、直角小僧で、ここは直角小僧、ビュン、イエーイ。おっと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 、こっち行けない。尾根コース、沢コース行けません。ゴンドラ駅に行くからね。うん、赤井さん結構急だったよ、これ見てる後ろ。うん、結構急なとこだったね。縦水ぐらい急かもね。向こうもあるし、うん、うん、後で行ってみる、うん、あ、でもあれさ、ネットしてたから入っちゃいけませんってこと。よし、沢山きれい。よしはい、会社パー。すごーい。
あ、ゴンドラあった、ゴンドラ。ゴンドラ遠く。お、鐘の鳴る丘が見えてまいりました。お母さん、下の大きいリグドの折り場、緑色。お、だいぶ標高が下がってきました。滑れる滑れる。ヤッホーヤッホーヤッホー。あ、出てる出てる出てる、うん、何じゃあれ、人工降雪か。あ、水をまくタイプね。そうかな。そう。ゴンドラから見た？ああ、途切れたとこ？ゴンドラ側の距離。これはいけないね。いけない。無理だな。うん、もう土出てるね。